ご指導にご参詣ありがとうございます。本日10月28日は今から128年前、明治24年、西暦で言いますと1891年の今日午前6時38分50秒、海道商人が五千家遊ばされた翌年に起きた、今日は濃尾大地震の日でございます。震源地は根尾村、今の岐阜県の本巣市の方でございまして、この辺りは根尾谷断層帯というのがありまして、そこで起きた内陸型地震、ちょうど阪神大震災と同じ典型的ないわゆる直下型地震でございまして、下からこのドンってね突き上げる、そういう形でございまして、内陸で発生した地震としては観測史上最大だそうでございます。この地震によって全長75キロに及ぶ断層が軍ってね、出現しまして、震源地のある断層帯は地震がこの地で起きたというモニュメントとして今は近くに資料館が あるそうでございますね。根尾谷はこの地震によってほとんどの山崩れを起こしまして、もう周辺の村々の被害は本当に言葉には言い尽くせないのは容易に想像できようかと思います。またそれによって湖もいくつもできたありさまだったそうでございます。資料によりますと死者は約7000人、負傷者約1万7000人ですから、死者数だけを見ても阪神大震災よりも多くて、全壊した家屋は約14万戸にも上ったそうでございます。でその中でも特に岐阜市、そしてこの大垣市、いわゆる住宅が密集している地域でございますね。その市街地とその周辺は火災が発生しまして、大変な被害がもたらされてしまったわけでございまして、その当時の様子を、当時の新聞はこの状況を新聞の号外の第一報に、岐阜なくなると、岐阜なくなると言ったそうでございます。当時は今と違って耐震構造などないね、家屋建築物がほとんどでしたから、倒壊率破壊率は 90% を超えていたそうでございますから、なくなるという表現もあながち古代ではないと言えようかと思います。明治24年でございますから、近代化を歩み出してようやくこの軌道に乗り始めた頃に起きたこの地震は、もう新聞社が競ってこの震災情報を伝えましたんで、この人的支援、ボランティア活動、今でいうね人的支援、また物資支援が全国規模で行われたのも日本が最初、日本初だったわけでございます。国からは当時の岐阜県の予算のなんと13倍相当のお金が、被災者救助と、復旧復興作業として国から充てられたそうでございます。県の13倍というね、大変なお金が国から
当ててくださったそうでございまして、まあ、こうしたように大勢の人たちが先の東日本大震災と同じようにこの連帯絆というものを旗印に復興支援に向かってくれたおかげで今のこの、ね、岐阜という地もあるようなものでございます。いわば日本の人たちに、まあ、救われたと言えるわけなんですね。まあ、そんな中我が本門物流校も復興支援に向かってくださった方がいらっしゃったわけです。そのお方こそ創業を小野山源流後の物流第五世五光流東山の会期であられます日風商人その人でございます。もともとの創業は源流と日風商人はこの地震のあった明治24年の4月に物流第2世五光流日門商人をお師匠としまして御年36歳で出家ご得度されたそうなんです。でそれ前にずっと学徒としてね行革二道に励まれてようやく物流教務となった矢先に起きたこの地震の復興支援をお前岐阜に行って人々を供給してこいと復興してこいということでお師匠様から任されたわけでございます。そして最初に降り立ったこの地が着任地がここ大垣だったというわけなんですね。で当時この地には数軒のご信者さんが何軒かいらっしゃったそうなんですけれども組として組織だったご奉公はなかったわけでございます。ですから大津からね派遣で見えてくださったわけなんですね。お香を務めてくださって、それを日風商人はもうこの地に根を下ろされてご神社をまとめて廃墟の中ご自分自身も衣食住の苦難と何もありませんからね、衣食住の苦難と戦いながら震災に遭われた人々の身も心も生活もズタボロにされて全てに疲れ果てた人々に物流のご信心という希望の光を与えるべく約8年間ご偶像ご奉公にこの地でご精進遊ばされたというふうに記されております。そして物流校小住組、私たち今第一小住組とか言っておりますけれども、その元の名前はこれ最初はここなんですね。物流校小住組というものを組織なさって、で新会場を道場を建立されまして、と妙法寺が産声を上げるに至ったのが今から128年前ということなんですね。ですからいや妙法寺は、ね、震災により建てられたお寺ということで復興寺院というふうにも言うわけでございます。未曾有の大災害からみんなが力を合わせて立ち上がったお寺が東明王寺ということなんでございます。でそこから極図がだん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 伸びていきまして、岐阜の今のね岐阜の妙正寺さん、一宮の昇格寺さん、名古屋の健康寺さんとねどん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 できていくわけでございますから、いわば妙王寺東山は東海地方の極図の発信地というふうにも言えるわけなんでございます。どうぞお互い復興人というその名にふさわしく先師先輩ご信者方のそういう思いをどうぞ引き継いでいただいて、人々の悩み苦しみから救うべく、すなわち心の復興のねお互い手助けになるように
なお一層教典釈服に励まさせていただいたら結構かと思いまして、本日この濃尾大臣祭の日にあたって一言ご訪問に返させていただいた次第でございます。最後に海洋勝利のご教科を拝見させていただきまして結びといたします。ご教科にいよいよなおつたなくなん人のよ漏らさず救う妙法の御事いよいよなおつたなくなん人のよ漏らさず救う妙法の御事本門八本諸賢上行諸蓮本人下士の南無妙法蓮華経南無妙法蓮